どうもミリオネアのウェディです。僕たちは映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけど、そうなんですよ、今回はですね、なんか最近僕こう夜にパッと出歩いて映像を撮るみたいな、まあ好きやったりするんですけど、まあ、最近っていうか別にずっと好きなんですけど、でこれこそよく質問を受けるんですけど、夜間にノイズねないように撮るにはどうしたらいいですかみたいなとか、まあそんなんも受けるんですが、今回はまあ照明なしでも、例えば自分でね照明持ち運んでなくてもパッと夜、あなんかいい感じで、それこそまあ今回はポートレート、人物に対してなんですが、こういい動画であったりとか撮りたいなって思う方もいると思います。なので最近僕が結構心がけてることというか、まあ自分でちょっとこうポイント探してるよみたいなところをね皆さんに共有できたらなと思っておりますので、ちょっとそちらの話をしていきたいと思います。でいやでもね、君は FX3 とか使ってるから、どうせ ISO 12800で夜間でも綺麗に撮るんでしょって思ってる方ももう多いと思います。でも今回それしちゃうと、皆さんからしたらみんなが FX3 とか高感度耐性のカメラを使ってるわけじゃないと思うんで、今回は12800を封印してですね、なるだけベース ISO のところでね綺麗にポートレート照明なしで撮るっていうところに縛りをかけて何個か素材撮ってきたので、まあ、実際にちょっと僕なりに僕がね最近心がけていることをちょっと皆さんに共有しながら、まあ、グレーディングのページ見ながらね皆さんと共有してお話できたらなと思っておりますので、もしよかったらですね、ちょっと夜人撮りたいけどいつもなんかええ感じにいかへん、思ってる通りに撮られへんなって思ってる方はちょっとこれ要注目で見ていただけたら嬉しいです。というわけで最後まで行ってみましょう。よろしくお願いします。はい、というわけでまあダラダラねもうなんか話しててもしょうがないんで、早速ねもうダヴィンチリゾルブの画面に来ました。で今回はなんですけれども、実際に夜の素材何個か撮りました。でまあちょっと種類別に見ていこうと思います。極論めちゃくちゃ大事にしてほしいのが、もちろん照明を持ってきてないっていうのが前提じゃないですか今回ね。なんで照明持ってきてないからこそどうしないといけないかっていう時に、自分で光源を探すっていうのはすごい大事かなと思います。意外とねここ結構難しいというか、なかなか意識しないと光って探せなかったりするんですよ。ただ光を探せるとなんか夜とかでもねすごく面白く楽しく、なんか自分が思ってる感じで映像を撮れるようにまあなってきたりもするのが、まあこの映像の面白さというか、なので今回そこについて解説していきます。でかつ、まあ、先ほど冒頭でも言いました通り、高感度耐性の FX3 使ってますが、12800封印してベース ISO の800で夜間撮ってますので、なのでそこをね、まあ、基軸に皆さんも例えば α7S3 やったら640ベース ISO、 α7C2 やったら800とかっていう風に、ログ撮影の場合はねここでこの800とか640っていうベース ISO で撮影すれば一番ノイズが乗りにくくて、かつダイナミックレンジが広いっていうところでね、なるだけ撮れるように今日はね話していきますので、ちょっと高感度耐性の縛りをまあもう設けた状態でこの企画をやっていきたいと思います。というわけで1個目の素材こちら見ていただきたいんですけど、結構僕の中でいいなって思ったポイントがあって、これもちろん照明使ってないんですが、ただここ見てほしいんですよね、この公衆電話、これ結構夜遅いんですけど公衆電話のところにこの光がねあるんですよね。だからここ使おうみたいな、まるでここに照明を仕込んだかのようにちょっと見えるおしゃれテクニックじゃないけど、まあこういう発見をねぜひ皆さんにこうしていっていただけると、めちゃくちゃ映像撮るの楽しくなるやろうなっていうところで、まあ共有したいなと思いました。普段日常歩いてたら皆さんにとって当たり前ですよね。まあ公衆電話最近結構少ないけど、それでもこうね見かけることあるんですが、あえてここで撮ろうとかっていうことなかなかなかったりするじゃないですか。やっぱりこう街灯の下でとかもあると思うんですが、やっぱ街灯の明かりだけじゃどうしても暗かったりするんでね。なのでそういう時にやっぱこういったあここに明かりあるじゃんっていうところ、公衆電話とか見つけてちょっと撮ってみるの面白いかなと思います。もちろんこれね誰かがもし使いたいとかであれば優先的にもちろん譲るのはもう大前提の話なので、まあ公共のものではあるので、そこはねタイミング見ながら、まあ、使っていくのがいいかなと思います。で実際問題これね、ISO800 で撮ってるんですね。なので皆さんも例えばログ撮影するときに高感度耐性がなくても800とか640っていうのは基本的なベース ISO になってくるじゃないですか。なのでこのベース ISO で撮りつつ F 値をちょっと絞りながら、例えばこれ800とかの場合はもしかしたら場合によってはこの公衆電話の上の照明が強すぎて顔のハイライトが飛んじゃう場合があるので、そういう時は F 値絞ったりしながらね、逆にこう夜間でも F 値を絞り
彫りに描かれるような撮影の仕方ができる、まあ一個のアイディアかなと思います。実際にちょっとこの、まあ僕のこれちょっとのしますね、簡単にこんな感じでございます。いかがでしょうか。かなりキレくないですか、この感じね。もちろんその外は結構わざとこれね外暗くしてるんです。これでもねやっぱりこういう風にこの外ね自分で照明持ち込まなくてもこういうところに光があるとすごい綺麗に撮れますよね。被写体がちゃんと出てて、しかもこの夜のねこの何公衆電話に車の光が反射してすごいいい映像になりますよね。なんであたかも結構こうドラマとか映画とかってありそうなこういうところに照明を仕込んで撮ったんじゃないかぐらいのね、まあ面白い感じのね映像で、綺麗に映像人物ね照らしながら撮ることができるので、街中を歩きながらこういうところの発見っていうのを、まあ、皆さんの中でしていっていただけるとすごく映像って良くなるかなと思います。例えば暗いから顔の部分だけ脱いで明かりバーンって無理くり上げようとかしてきたこともあると思うんですが、可能ならやっぱりこういうね光があるところを探してそこに被写体を置くっていうのをやってみるとすごい映像は一つ変わるかなと思うので、まあこれなんかもう色パッと乗せた時点で分かりやすく、極端に分かりやすく、あ、まあ綺麗に出てるな、しかも12800使わずベース ISO の800とかでちょっと F 値絞って夜でもこういう風に撮れるってなったら、もちろんノイズもね乗ってない、ちゃんと乗らずにねこういう風に映像撮れるので、よかったらこういうポイントをね皆さんもこう普段からこうくまなく探してると、なんかこれから夜間の撮影でうわ照明ない急に撮らなあかんのにって思った時に、あそこあるやんみたいなところのね発見になりますので、夜間歩く時とかカメラ持ってない時も結構僕は最近光あるとこどこだろうって思いながら結構歩いてね探し回ってたりはします。はい、で次の素材いきましょう。ちょっと例が変わるんですが、例えばこういう素材がまあありますよね。これ結構まあありがちというか、まあこれ車のバックライトをねボケ感にしてちょっと光を集めてるんですが、これはね露出自体はね結構プラスに傾いてます、撮ってる時で。これ例えば今回乗してみますね。こういうの乗してみるとこんな感じで顔がまあ暗くなってちょっと逆光っぽくなってるんですよ。なんで結構僕も最初の方よくやってたのが、例えばなんですけどこれ顔の光が足りないなって言ってこうやって上げていったら、うわめっちゃここ明るくなってしまって全然ダメじゃないかみたいななる時があるじゃないですか。っていう時は逆に最近僕もうこういうのはもう顔もう逆光で暗いままこんな感じ、例えばこういう感じでねもう被写体が暗くて逆に被写体は落ちててバックライトから逆光でこの輪郭が見えて、あここに逆光が当たって被写体がいるんだなっていうのをあえてこういうショットを結構入れたりするようになったんですよ。でこういうのをねなんかね一箇所入れ出すと映像に締まりが出るなって思い出して、で映像やり出した時ってこういうのが怖くてなかなかできなくて、やっぱり被写体明るく出てでちゃんとこうね被写体が前に出てきて誰がどんな表情してるかって分からないといけないんじゃないかって思ってたけど、本当に例えばいろんなカットがある中で一部こういうのが入ってくるとすごいね映像にこう締まりが出てくるので、僕がこのカットの中で言いたいことっていうのは無理に被写体明るくしなくていいんだよっていうところもすごく一つ大事なポイントかなと思います。これはこれですごく映像としてすごいなんていうんですか、いいじゃないですか、輪郭が出てくるというかこの被写体がどこにいてっていうのがちゃんと分かるようになってくるから、こういうショットも結構なんか恐れずに行くっていうのは僕すごい大事かなと思いますので、もしね無理くり今まで明るさ上げてたって方はこの逆光を使うっていうのも一個ポイントかなと思います。なのでこういった、まあ、ちょっとさっきとは逆に光で被写体を照らせるところを探すんじゃなくて逆光で逆に被写体をの輪郭だけ出すみたいな撮り方も一つ面白いですね。なのでできたらこういうのは後ろの背景側に光がいっぱいあったりであったりとかっていうのを最初探すとすごくやりやすいかなと思いますので、外のね撮影で逆にこういうのもね役立てていただけると嬉しいなと思います。で最後ですね、まあこういったカット、これは結構分かりやすいんですけど、これね車がねこうやって走ってきてるんですよね、実はこんな感じで後ろから、だからこういうのねこういうのが走ってきてるんですが、こういう時に、まあ、被写体の表情もある程度欲しいけど、まあ、バックライトもあってちょっと逆光、さっきのとちょっとなんていうんやろミックスした、1個目に見したやつと2個目に見したやつをちょっとミックスしたみたいな感じになるんですが、こういうのとかちょっと1回色乗せてみますね。こんな感じでちょっとえらいなんか感触に傾いてるけど、まあまあまあいいわ、1回ね、まあ例なんでこの感じで見てもらったら分かるんですが、これは分かりやすく言うならばこれ自動販売機ですね。自動販売機の光を使いながらこの向こうから来る車の光もちょっと使ってるってやつですね。
こういうのをやると、これもねもちろんね12800なんかやっちゃうと、この被写体の方の顔のね光がすっげー飛んじゃったりするので、なので逆にこの自販機の明かりを照明代わりにして、でかつ後ろからこのねバックライトが当たることでこの輪郭が見えてみたいなんで、この美味しいとこ取り、いいとこ取りできるようなカットですね。こういうのを使っていくとまたね映像の幅ってすごい楽しくなってくるのかなと思って、僕最近こういうのを結構自分でいろいろ発見するようにしてて、まあ皆さんもねいろんなこうね発見とかあると思うんですが、やっぱり照明とかなくてもこうやってね自分で光を探して、かつこうちょっと逆に逆光的なものも作ったりであったりとかっていうのもできるようになるので、よかったらね今回話したかったのはこういった無理くり光を上げすぎないであったりとか、むしろ被写体を照らせるところを探しつつ、かつまあバックライトみたいなのもね自分で探し出すみたいなアイディアっていうのはすごい映像を撮る上で面白いから、照明例えば持ち込みでなくてもね、自分で持ってなくてもこういう風に明かりがあるところであったりとか、逆に逆光だけを使うっていう意識をしながら映像撮るとめっちゃ楽しくなるんで、でかつしかも高感度体制に頼らなくても640とか800ですごいおしゃれに見えません？こういう映像ってすごく後ろのねボケ感とかも綺麗に出てて、そういうところがねすごくまた映像こういうミラーレスの楽しいところでもあるので、よかったら逆にベース ISO とかでどうやったらノイズなく光ちゃんと集められるだろうっていうところを、この今回の3つを例にねぜひ参考にしていただけると嬉しいなと思っております。はい、というわけで今回はですね、軽くにはなりましたがこんな感じでね、まあ明かりをうまいこと使って高感度体制に頼らずね、ベース ISO でなるだけノイズ乗らずに照明なくても映像撮ろうよというね、まあ動画になってます。光をね今時興味探すっていうのはそんなに難しいことではないと思いますので、もしよかったら夜の撮影とか困ってた方はねこれ参考にしていただけると、もっともっと映像楽しくなるので、ベース ISO でなるだけ撮れるようにちょっとチャレンジしていただけたら嬉しいなと思います。というわけでミリオンネオンで映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、今目指せ1万人ということでめっちゃ頑張って動画投稿しておりますので、この動画良かったなって思う方は高評価コメント、そしてチャンネル登録していただけると大変嬉しく思っております。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。